大変だな。はい、どうも皆さん、いかがでございます。ね、久々のね動画になってしまって申し訳ないんですけども、まあね、そのあれじゃないですか、最近ね、あのコロナウイルスでね、コロナウイルスで結構あの世の中結構あの騒いでるじゃないですかね。まあ、トイレットペーパー不足していたりとか、まあ、ティッシュペーパーだったり、まあ、マスク不足してたりとかね。まあ、あの大手配信者さんに至ってはね、あのなんか何でしたっけね、あのトイレットペーパーを買い占めで、なんか買い占めたのはなんかこいつのせいだみたいなね、ツイッターとかで、まあ、騒がれてましたけどね。まあ、って言ってもね、これ今年はね、あれですか ねもっと確かあれでしたっけ、確かあの何でしたっけ、今年のね、6月と7月ですよ、ね、またこれからね、あの、まあ、オリンピックもありますし、ね、それ、まあ、ありますし、まあね、まあね、さっき言った通り、ね、あの、まあ、コロナウイルスも大変ですけど、今年の6月ですよ、6月になると、あれじゃないですか、あの今だったらあの、PayPay とかね、LINEPay とか、いろんな、ね、こう電子決算とかのバーコード決算でしたっけ。でそれであのキャッシュレス還元というのが、あるじゃないですか今。あのキャッシュレスで、まあ、例えば、まあ、さっき言った通り、まあ、あのバーコード あの電子決算でだったりだとか、あの、まあ、スイカだったりだとか、まあ、あのクレジットカードとかであの支払いすると、あのそのね、あのキャッシュレスで 2% あの値段から 2% あの還元されるっていうあのキャンペーンやってるじゃないですか。でそれがしかもそれがあの今年の6月終わっちゃうんですよ、うん、キャッシュレスが終わってしまって、でもってなおかつ7月ですよ。で7月になったら、確かニュースでやってたんですけど、あの 全国の、小売販売店 の、まあ、そのレジ袋が有料化になるんですよ。有料化になるってことで、ね、こんなにあのコロナウイルスで、まあ、ちょっと、ね、いろいろこうあのいろいろ騒ぎっていうか、もう、まあ、大変だっていうのに、またこう なんていうんですかね、こう追い打ちをかけるように、ね、あの6月になったらあのキャッシュレス還元が終わりで、なおかつ7月になって、ね、あのレジ袋が有料化っていう風に、ね、まあ、こうなるともういうことなんですね。で今回僕やっぱ有料化、レジ袋が有料化になるってことで、さすがに、ね、まあ、このままだと、うん、新しいあのエコバッグですね。で僕エコバッグ買ったんですよ。で今回は、まあ、その概要欄にある通り、まあ、その僕が買った、ね、あのエコバッグの方を、ね、ご紹介していきたいと思います。じゃん、ミセスのエコバッグでございます。これね、なんで買ったかっていうと、まあ、今の時代エコバッグってたくさんあるじゃないですか、ね、僕も昔あの100円ショップさんのエコバッグとか使ってたんですけども、まあ、なんていうかね、こう僕自転車乗るときにこう結構何でしたっけ、あのハンドルの横にこう下げるんですよね、あのエコバッグ。でその時に運んでた時にあの取ってあるじゃないですか、まあ、取っ手がこう破けちゃって、でそれでこう、買い物の商品がこう結構落ちそうになった時があったんですよ、うん、でまあ、そのなんていうか、やっぱりこうエコバッグも買うんだったらできればね、頑丈なものとが欲しかったんですよね。でそれでまあこれを、まあ、一応これ Amazon で買ったんですけど、で買ったんですよ。でなんでこれ買ったかっていうと、これこう折りたたんでるじゃないですか、これ結構ちっちゃいんですよね、折りたたむと、うん、折りたたむと結構あのポケットのね、ポケットに入るぐらいのサイズなんで、ね、ちょっと手元にこう、ね、こうプロコンあるじゃないですか、プロコンと合わせると、まあ、ちょっと分かるんですかね、プロコンと、まあ、ちょっとこうプロコンまあちょっと収まるぐらいのまあサイズですかね。結構、まあ、プロコンじゃポケットに入らないんですけど、まあね、結構折りたたむと結構ちっちゃいんですよ。ちっちゃいんで、まあ、これを選んだと。
で、それだけじゃないんですよ。それだけじゃなくて、まあこう、ちょっとこう広げなくてね、ちょっと待ってくださいね。で広げると、広げると大体こんな感じ。広げると大体こんな感じですか。こんなぐらい。結構大きくないですか。結構大きいんですよ。何気に。まあ、これよりもあのスーパーとか行くと結構これよりも大きいね、あのエコバッグもあるんですけど、で2番目にいいところがこういう風に、ね、こう内側にこう紐があるんですよ。紐。で基本的にあれじゃないですか。なんていうかこうエコバッグとかって、まあ、大きいやつとかも、まあ、大きいやつもいいんですけど、ね、例えばこう、まあ、こんな感じでね、こうやってこう商品とか、まあ、ちょっとこれだけじゃあれなんですけど、まあ、商品とかこういうふうにこう商品とかね、こう入れたりすると、ほんの少しの買い物とかってこうブカブカするじゃないですか。なんていうか、こんな感じでね。ブカブカしますし、あとこう、やっぱりこう、僕自転車とか乗ってるんで、例えば買い物とか結構たくさん買い物して、こう、ね、袋の中からあんまりたくさん買い物して、で袋の中からこう商品がポロって落ちたりする時があるんですよね。で、その時のために、で、これが、この内紐があるんですよね。で、こう、これを内紐を、こうやってこう、する。こんな感じで。こんな感じでね、こうなんかこう巾着みたいなね、巾着袋みたいにこう、できると。で、そうすれば、こういう風にしとけば、まあその商品が落ちない。まあ商品が落ちないですし、で、まあこうやってまあし、まあこれだけでもね、この紐だけでも、紐もなんかこう、紐だけでもね、こうやってこう、肩に下げてこんな感じで、こうね、こんな感じでね、こう、担ぐことはできるんですよね。で、そこが一番ポイントでしたかね、なんていうか。ちなみに結構、材質も結構、なかなか結構頑丈なんですよ。こんな感じで、頑丈ですし、紐とかも結構ね、この引っ張って、ガーってこう引っ張っても、あの、全然破れる気配もないですし、で、これいいなと思って買ったんですよね、あの、アマゾンで。で、基本的にエコバッグとかって、大体なんかこう、なんていうんですかね、こう、あの、なんか結構なんか、可愛いっていうか、なんかこう、なんか女性向けのデザインじゃないですか。なんかスーパーとかに、あの、売ってる、あの、でかいエコバッグとかって。でもこれは、なんかこう、グレーと、まあ、オレンジ色赤色な、まあ、感じがして、なんか結構、なんかデザインも、あの、かっこいいなと思って、なんか僕好みで、な感じなんで。で、それで買ったんですよね。今のオレンジで。ね、やっぱり、まあね、今でも結構、エコバッグとか、本当は僕、あれなんですよ、あの、何でしたっけ、こう、まあ、手提げにもなって、肩にもかけられて、で、リュックサックとしても使えるエコバッグとかってあるじゃないですか。ただ、ああいうエコバッグとかって、まあ、折りたたむことはできるんですけれども、まあ、なんていうか、やっぱりこう、やっぱポケットに入らないというか、やっぱ、ちょっとこう、折りたたんで、折りたたんでも、まあ、ちょっとこれ、まあ、15センチとかで、だからポケットに入らないんですよね。でポケットに入らなくて、で、なんかな、できればこう、まあ、容量もある程度あって、できればいつでも、まあ、そのポケットの中に入れて、こう持ち運ぶことができる、なんかエコバッグが欲しいなって思って、で、僕は、これを選んだんですよ。でも確か、これからね、あれじゃないですか、まあ、さっきも言った通り、ね、キャッシュレスとかも、キャッシュレス還元も終わって、で、あれじゃないですか。で、それで、あれですよ。またそんなんで、ね、また、レジ袋にお金かけるのも、なんか僕としては、なんか正直もうバカらしいというか。で、本当は、僕も、あれなんですよ。PayPayとか作ろうと思ったんですよ。携帯に作ろうと思ったんですけど、まあ、ね、あれじゃないですか。ポイント、例えば、何でしたっけ。PayPayとかもポイントとかあるじゃないですか。じゃ、例えば1500円の、じゃ、買い物して、まあ、15% もらえてますと。まあ、15% ね。15% もらって、でもって、じゃあ、溜まったとしても、エコベックちゃんって、あの、レジ袋に15円取られたら、パーじゃないですか、って言って。ね。
いや例えばじゃあ、まあ、まあやっぱりね、こう収査さんの人でもやっぱりこう買い物っつってもこう1回とか2、まあ、1回とかだけじゃないですよ。やっぱり1日にこう例えば、まあ、スーパー行ったりだとか、まあ、コンビニ行ったりだとか、まあ、まあデパートとか行ったりだとかっていう人だっているわけじゃないですか。それでいちいちね、例えばじゃあコンビニで買い物して、あのレジ袋で5円取られましたと。でスーパー行ってレジ袋で15円取られましたと。でまあデパート行って、まあ例えばあのレジ袋10円取られましたと。ってことはじゃあ1日に、例えばそうなったらね、1日にレジ袋で30円取られるじゃないですか。まあ、普通の単純計算で、そんな1日でね、30円もレジ袋で取られたら、さすがに僕ね、たまったもんじゃないなって思ったんですよ。やっぱりまあそれもそうですし、まあ、結構僕も、まあ、まあちょこちょこやっぱ、まあ、スーパー最近だともうコンビニでは買い物しなくて、まあ、スーパーとか薬局とかでも買い物するんですけど、レジ袋たまらないですよね。家に結構もうたまりすぎて、でね、まあ、まあもったいないっていうか、なんていうかね、まあなんていうか、まあその僕も、まあそのかまあ、環境のためっていうかね、まあ、環境とまあ、節約のために、まあね、もうこれからはね、うん、なるべくこういうね、エコバッグを、持った方が、やっぱいいなっていう風に、こう、考えに なったんですよね。うん、ね、まあそれ、まあこう、そうですね、これから、ね、オリンピック、まだコロナウイルスもあれで、まあね、オリンピックも、ね、どうなるのか、ちょっとわかんないですけどね、まあ、僕もね、まあ、一応、まあ、配信者としてね、まあこう、少しでもね、皆さんのね、お力になれればと、まあ、思ってね、まあ、こんな感じでこう配信したんですけどね、まあまあ、前はね、まあ、この前はあのお出かけ配信とかしてたじゃないですか。でね、まあ、こういう風にね、たまにはこう僕も、まあ、追いかけ配信とかだけじゃね、まあ、見てる人も飽きると思うんで、まあ、たまにはこういうなんか、あのなんか商品紹介とか、なんか商品のなんか紹介動画とか、なんかそういうのもね、なんか、まあ、やってみようかなと思って、今回、こんな感じでね、動画を上げました。ね。まあ、いろいろね、まあ、コロナウイルスだったりとか、ね、まあ、いろんな大変なことは、ね、あると思いますけどね、まあ、皆さん、なるべくお気をつけて、ね、あの、頑張ってください。頑張ってください、うん。ちょっとこれしか言えなくて、本当、あの、申し訳ないです。ね。まあ、ちょっと、ちなみに、ちなみに、最近だと、何でしたっけ、結構やっぱ、コンビニとか薬局とか行くと、トイレットペーパーとかも結構不足してる、まあ、売ってないじゃないですか。で、この前ね、あの、スーパーとか、このスあ、まあ、去年っていうか、去年じゃない、昨日か、昨日の、朝、スーパー行ったんですけども、原神行ったんですけども、それ、あれなんですよ、普通に原神行ったら、普通にトイレットペーパーとか売ってたんですよ。びっくりしちゃって、だってね、コンビニ行っても薬局行ってもってなのに原神あるんだみたいなってびっくりして、でさっき一つ買ってきたんですよ。あのシングルの方ね。たまにコンビニとかで買い物、まあ、コンビニとか行ったりしてると、たまになんか店員さんにトイレットペーパーないですかとかやっぱ聞いてるなんかお客さんとかいるんですよ。でいて、ね、でも確かにトイレットペーパー、うん、確かに売ってないよなって僕も思ってて、で、原神行ったら、普通に、ダブルとシングルの方が売ってて、で、売ってるんだみたいな。うわーって思って。いや、こんなんだったらもう、あれだな、もうスーパー行った方がいいなと思って、原神行った方がいいなっていう考えになりましたね。うん。だからね、まあ、トイレットペーパーがないとかね、まあ、ティッシュペーパーがないっていう風に困ってる人もね、まあなんていうかこう、コンビニとかじゃなくだけじゃなくて、ね、結構行ってみ、スーパー、行ってみると結構、まあデパートなんかわかんないですけど、まあスーパーとかでは原神だとか、やっぱね、多分デパートとかでも多分売ってると思うんですよ。売ってると思うんでね、まあそれに関しては、まあね、まあそういうところじゃ、まあそういう、まあ、じゃあコンビニだけじゃなくて、まあスーパーに行ってみるよとか、デパートに行ってみるか、だとか、まあそういう風にね、こう、まあ、探してね、こう、まあ、なんていうか、ここを、まあ、工夫というか、工夫っていうんですか、なんていうか、まあ、行ってみるっていうのもまた一つの、まあ、手なんじゃないかなって、僕は思います。ね。まあ、最後こんな動画になってしまって、本当申し訳ないんですけどね。ね。まあ、もしよろしければ、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。
じゃあ、イカルガでした。バイバイ。